日はね、カルロスワークアウトということでワークアウトしていきます。空いた時間に友達誘ってちょっとコソ練しようぜみたいな感じでできちゃうメニューなのでぜひやってほしいかなと思います。3、2、1、カルロスワークアウト。ちょっとレベルとかカテゴリーが上がってくるにつれて当たりって強くなります。たまに行く夜バスのね、あのおっちゃんのフィジカルバカ強いみたいなことって多々あるじゃないですか。まあそういうことですね。最近 VTR どうぞ。こうね、ドリブルで競り合ってるので押されて、あー負けちゃう。あれこれはフィジカル負けです。フィジカル運動もそうですけど、相手に当たられても強いドリブルを突き続けるとか、当たり合いに負けないボールを強く扱うということで、じゃあ次のメニュー紹介していきたいと思います。2人1組でドリブルを2ボールで同時に突きながら進んでいきます。パートナーはドリブル突く人の肩に手を当てて、進める進めないぐらいのところで押してあげて負荷をかけてあげます。よーいドン。そうねそうねそうね、強く強く、ドリブル強くで、こうやって進んでいきます。進んであげます。ちょっと余裕そうだなって思ったら強くしてあげます。負けない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 。はい、これサイドラインからサイドラインまでやります。交代しましょう。ここでカルロスポイント、顔をしっかり上げましょう。これも同じですね。顔を下げてドリブル突くことゲーム中にはあんまりないです。そして、前傾姿勢であんまりドリブルすることもないので、できるだけ状態は起こし気味でいきましょう、可能な限り。そしてドリブルをたくさん強く突く、たくさん強く、たくさん強く、オッケー、素晴らしい。きついです。あとドリブルの下手さが目立つんで、ドリブル下手だなって思います。これは長松ちゃんね、もともと4番ポジションだもんね、はい、やっぱインサイドもね、ドリブルが必要になってくる。身長関係なくこういうメニューはやってほしいなと、カルロスからのメッセージです。はい、頑張ります。みんないいやつだ。よーいドン。ミスしても大丈夫、強く突くことが大事です。ミスをしてもいい、ミスはしてもいいんだ。インサイドもアウトサイドも関係ない、逆境打ち破れ今だ。超えろ長松、超えるんだ。ありがとうございます。こちらのメニューもドリブルの種類たくさんつけます。ちょっと交互いってみましょうか。お願いします。たくさんたくさんつく、たくさんつく、強く強く、もうちょっと負荷かけてもいいんじゃん。超えたか。超えました。一歩強く、一歩強く、オッケー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 、よっしゃい、ナイスファイ、ナイスファイ。きついっす、きついっす。大事なことなんで2回言いました。今日のメニューですね、ほんといろいろ工夫できて、個人個人でアレンジできるので、いろいろ試してみてください。はい、大学生に限らず中高生も小学生も大人の方とかも、ボールが2つあって、バスケ仲間がいればすぐできるメニューなので、ちょっとコソ練やってほしいなと思います。そしてこのメニューでちょっと差をつけてほしいなと思います。今日ありがとうございました。ちょっとこういうメニューを教えてほしいとか、こういうの知りたいっていうのがあったり、まあ、またまたこのねワークアウトにちょっとご意見とかありましたら、ぜひコメント欄までお願いします。3、2、1、お疲れ様です。テーマは意外と必要練です。ゴール下のねワークアウト紹介します。どんなゴール下でも右でリリースする場合も、左でちょっとガードとかするじゃないですか。さあ